のはずだけど、ここでは69番と呼ばれている。今日も嫌な一日が始まる。この世界では人間と牛の立場が逆になっているのだ。全てが牛によって管理され、牛によって生かされている。ここで育てられている人間の家畜にはそれぞれ役目がある。男性は食用の肉として出荷され、女性は可能な限り搾乳される。私はまだ妊娠もしてないし、乳も出ない。生育段階ってこと。そしてついに私にもその日がやってきてしまった。いや、69番おとなしくぞ。やめて。いやー、こいつは暴れ人間だな。抵抗しても無駄だぞ。私の一心の抵抗も虚しく、注入器によって強制的に体内に種を植えられた。あれから2、3ヶ月後、気持ち悪い日々が続いた。妊娠したのだ。あー、気持ち悪い。ダメだ、食欲が出ない。しかし私のお腹の中に小さな命が宿っている。そう思うとなんだかほっこりした気持ちになっていた。これはもしかしたら低血糖かもしれない。隣の68番はそろそろ出産の時期だが、治療が必要らしく別室に連れて行かれた。私のお腹もだいぶ大きくなってきた。いつ生まれるんだろう。楽しみだな。あ、今蹴った。こんなに蹴るなんて男の子かな、それとも元気な女の子かな。ポコポコとお腹を蹴る赤ちゃんが私は愛おしく感じるようになった。いた、いたたたたた。これってもしかして痛い、陣痛来たかも。え、69番陣痛か。今すぐ準備するからな、頑張るんだぞ。私は数時間の陣痛に苦しみ、牛たちの力を借りて無事に出産することができた。子供は男の子だった。あ、私の赤ちゃん、とってもとっても可愛い。あんぎゃあんぎゃ。よしよし、お母さんですよ、泣かないでね。腕の中で産声を上げている赤ちゃんが最高に愛おしかった。しかしそれは一瞬で崩壊させられた。いつまで抱っこしてるんだ。この子は我々が預かる。ちょっとやめてよ、私の赤ちゃん。うるさい、この子はフランス料理の食材として出荷するんだよ。そんな、私の赤ちゃん、ごめんね。助けてあげられなくてごめんね。それから何日も私は最後に見た赤ちゃんの方向を見ながら泣き続けた。飼育係には当然怒られたけど、それでも私は赤ちゃんを思い出しては泣いた。会いたい、会いたいよ、私の赤ちゃん。たった一瞬のことだったけど、この手に抱いた赤ちゃんのぬくもりや表情がどうしても忘れられなかった。69番いつまで泣いている。仕事だぞ。やめて。出産が終わった人間は搾乳器で乳を搾り取られる。朝と夕方の1日2回搾乳された。69番はもう出産から2ヶ月経ったな、そろそろいいだろう。もう一度妊娠してもらおう。あの注入器もしかして。やだ、どうせまた私の赤ちゃん奪うんでしょ。絶対嫌。お前はこうやって生きていく運命なんだよ。いやー。2回目、たった一瞬我が子に触れただけで引き離された。男の子だったからきっとまたフランス料理にされるのだろう。出産から2ヶ月経つと3度目の強制妊娠をさせられた。またか。私は全てを諦め受け入れた。今回はやけにおとなしいな。私はいつまでこの生活が続くのか、先の見えない毎日に絶望を感じていた。69番はもう3回目か。じゃあもう終わりだな。え、もう全然搾乳できないし、これはもう屠殺行きだ。さ、行くぞ。お前は最後まで手のかかるやつだな。この世は弱肉強食だから仕方ないんだよ、諦めろ。飼育係に連れて行かれたところにはやたら筋肉質のブラックアンガス牛がいた。よし、準備完了だ、釣り上げろ。って、え、あれ、なんだ、夢か。目が覚めると自分の部屋のベッドで朝を迎えていた。なんとも後味の悪い夢だったけれど、いろいろと考えさせられる内容だった。No. はーい。